はい、こんにちは、しゅんです。さあ、今日は結構久々ですね、ゴキビルサンドライドに来ております。めちゃくちゃ天気良くて、気温もむちゃくちゃ高いので、わっせだけです。で、もうここ最近、ここ数年ですかね、ゴキビルサンド整備がすごくて、もうこんなに綺麗な参道になっています。前なんかここすげえやぶやぶでしたけどね。いや、もう走りやすくなってるようでございます、今年は。より、じゃあ今日天気いいんで、ちょっとスタート時間がかなり遅めですが、まあ、気をつけて行きたいと思います。今日はなんとなく熊の雰囲気は、一人で前来た時はなんか熊の気配がしてしょうがなかったんですが、今日はなんとなくしてないんですよね。まあ、ただ気を許さずに行ってきます。では1個目の化粧、いや、いい日陰だ。意外と路面が見えねえ。いや、光と影のコントラストでなんか見えない、見えない、見えない。ちょっと安心して飛ばせん、怖い。はい、2個目の図書。誰かがやってくれたんでしょうね。倒木が橋の代わりになって渡りやすくなってる。あと峠まで5キロ。こんなの前なかった、すげえね。あれ、意外と草ぼうぼうね、この辺は。なんかここだけは例年通りだな。ここ海見えるんですけど、ここだけいつも草がすげえ強い。痛い痛い。今日は見えない。ここだよ、ここ。左側すげえんだよね。もうライン外したら落ちます。やばい。今。落ちそうだった。ライン外した。ここね、マジでやばいんだよね。なんでこんな、前はこんなんじゃなかったと思うんだけど、もうすぐこれもうダメです。これ落ちます。やばい。ここはやばい。しかも崩れてる。ラインが細いくせに崩れてる。お、やばいやばい。この景色がゴキビルサンドって感じだよね。まあ、今からこっちの山の方入ってって、また向こうに抜けてって、あそこを登ってまた向こうに尾根行くんですけどね。この断崖絶壁がオロロンライン。でここが次の途上まで行くんだけど、意外とこの路面に石がコロッコロってあるんで、もうあと4キロ。こっからは意外と飛ばせそうで飛ばせない場所なんだよね。この草の見えない中に石がね、隠れてたりするんですよ。おっと、全然見えないし。来ました、3つ目の図書。これは無理だ。さっきいたのがあそこです。いや、天気いいや。あれ、こんな場所あった。
ここもやばい、怖いわ。左側がもう崖です。草で見えないだけ。やばい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 、あっもう落ちた、落ちる。いつもルートはあるのは分かってたけど来たことなかったんで、今歩いて来てみてるけど結構急だねこれ。なんだっけな、なんとか岩っていうのが見えるって聞いたんだけど、いやーこれさらに急なとこ降りてくんだけど、マジでなんかこの倒木のせいなのかなんか分かんないけど、ちょっともうルートが分からん。でも思いっきり急登すぎてちょっとこれ以上よく分からないんで、すいません戻ります。いやー最悪、ものすごい急登だし道は分かんないし岩見えないし、で損した。もう二度これはーきつかった。よしとりあえず昼飯も食ったし先を急ぎますか。さあここで再び今日のゴキビル。もうすぐ第4の塗装なんだけどな。はい第4塗装、そして第4塗装からすぐ第5塗装ラスト切った。第5塗装過ぎたらあほぼ上り、まあ、この先がさらに急な上りが続く。これ見えるかな、気持ちいい。やっと上り1キロまで来た。こっから結構きついんだよね。セブンイレブンで半額クーポンがあったから試しに買ってみた。甘っ、リポビタンで甘かった。本当リポビタンでの味だった。いやもうちょっとあとコーナー1個だけ。いえいや峠到着。いやあっつ、はい展望台到着。森の中は風がなくてむっちゃ暑い。さあもう1時半なんで下りましょう。さあ下りはここからダーッと下ってきます。最高のダウンヒル。それでは峠からの下りです。さあ行こう。いけんじゃん。え、行っていいの？でもスーパー危なそう。危なそうだよね。
左コーナーだった。ドライだから結構難しいよ。いや気持ちいいね。ではここから後半戦いきましょう。食べたいぞ。おおおおおお。
ネルが点検で照明ついてません。めっちゃ怖い。トンネル怖かった。ひどかった。はい、戻ってきました。いや、なんか熊よりも結局トンネルが一番怖かったような気がします。いや、真っ暗で本当に過去一トンネルが怖かった。ということで今日は久々にゴキビルサンドライドでございました。いや、やっぱり下り気持ちいい。でも暑かったね。まあ、次また自転車か登山かなりますが、また次の動画で皆さんお会いしましょう。さよなら。